皆さん、今から始まりますので、質問がある方が遠慮なくどうぞ質問してくださいませ。いや、実はですね、私の友人で、5年ぐらい前にちょっと食道がんで亡くなった方がおられるんですけれども、このすごい8時間に及ぶ手術をしまして、で実はその退院されてですね、来られたんですね。それで元気になられたんですけど、その時に私が、その方にお会いになって、いろいろとお話をお伺いしたところですね、その方がその手術中に、要するに、夢を見たんですが、サンズの川が非常に、いや、僕も話には聞いてもらうんだけど、現実にその方がそのサンズの川を、非常にその綺麗な川でお花畑が向こうにあって、亡くなられたおじいちゃんとかおばあちゃんとか、亡くなられた友人とかなんかが、反対側にいてですね、向こう側にいて、いや、こっちはいいからいらっしゃいいらっしゃいというような話をされてですね、結局まだちょっと私は行かないというんで、そのまま要するに手術が終わって、亡くならずに済んで、退院もされた。でその後実はそういう話を退院後ね、私にしてもらって、いや、これはサンズの川っていうのは確かにあるんだと彼が言うわけですね。そしてただサンズの川を渡るのが本当にそのいわゆる逮捕状態に行ける道なのか、それとも僕はちょっといろいろと話聞いてるのは、要するに、往生するときにはですね、阿弥陀様が迎えに来て、そこへ要するに一緒に行くというのが、要するに逮捕状態に行く道だというふうに聞いてるんですが、これ両方とも本当にそういう話が事実なのか。いうことをですね、ぜひ聞いてみたいなと、この間からちょっとラオカジにお会いしたらね、聞いてみようと思います。第一段事情，这个家亲眷属不是真的。地藏经上讲得很清楚，实际上是冤亲债主，他在接引你。你如果去了，麻烦就很大了；不去是幸运，是很好。如果说是往生，决定是阿弥陀佛来接引你，不是阿弥陀佛接引你的时候，全都是假的。まず第一の質問を答えます。サンズの川は確かあります。ただしそこを夢の中に見てる友人とか家族とか呼ばれてるのは嘘なんです。自分の本当のおばあちゃんとか。お母様とか違います。それはすべて自分と怨念がある人なんです。もし行ってしまったら大変なことになります。あまりいいところに行けそうもないです。あとは往生するということは、確実往生するということは必ず阿弥陀様が見えます。阿弥陀様が来たら必ず往生します。そうじゃないとすべて幻の嘘世界。到临命终的时候，阿弥陀佛来接引，你自己会认识阿弥陀佛，决定不是假的，自己会认识。人間がこの体が使い切って、もう寿命になった時、もうすなわち普通の言葉で使うと、もう死ぬと、その時阿弥陀様が確実迎えてくれる。自分は分かるんです。これは本当かどうか。臨終的時候、如果不是阿弥陀佛、決定不可以跟他去。もし亡くなる時、迎えに来たのは阿弥陀様じゃなかったら、ついていっちゃはダメです。絶対行っちゃいけません。这个记住，家亲眷属都是冤亲债主变化所作，不是真的。人間が亡くなる直前の時、見た家族は全て
あの怨念がある人たち、本当の家族ではありません。そういうことは地蔵経の中で詳しく書いております。那么我刚才听说啊，这个参加今天的会众，有许多啊不是佛教徒啊，所以我在此地简简单单的把佛教做一个简单介绍。今日はこの会議に参加している方は、すべて仏教に関して詳しく研究してない方もいらっしゃるみたいで、だから和尚様は。仏教は一体どういうものですか、それについて簡単に説明します。佛教は在最近的300年不长300年变成了宗教它从前不是宗教从前是教育，佛教从印度传到中国来是教育，是教学变成宗教了也最近300年，就是清朝以后的这些事情。仏教は300年前までは教育です、宗教ではありません。宗教に変わったのはこの最近の300年の話です。宗教に、具体的に宗教に変わったのは中国の清朝の時代からだそうです。这个宗教这个名词最先是从日本人，提倡的，从日本传到中国，才有宗教这个称呼。宗教という言葉は日本から伝わってきました。今までそういう言い方がありませんでした。那么我们相信，这个古代的这些日本人，他们很有智慧。用宗教这个名词用得真是非常之好。古代の日本の方がとても知恵があると、この宗教という言葉はとても素晴らしい言葉でございます。宗这个意思是它有三个主要的意思，第一个是就是主要的，第二个是重要的，第三个是遵从的。教这个意思是教育、教学、教化。宗教の言葉に関して説明しております。宗という言葉は3つの意味が含まれています。1つは主な、もう1つは重要な、もう1つは尊崇、尊重、尊敬。三番目は尊敬、尊敬する、従う、そういう意味でございます。教という言葉は教育、教育という意味が教学、教化 と思ってと教宗教という言葉は教という字は教育、教え、そういう意味でございます。那么宗教两个字合起来讲呢，就是这个主要的教育教育里的主要的教育、重要的教学、遵从的教化。この二つ言葉は合わせて解約したら、大事な教育、とてもなんか叱うべきの教育でございます。佛教教育传到中国将近2000年。公元67年汉明帝派特使到西域去迎请所以是国家礼请到中国来的那么当时这个教育是皇帝掌管的皇帝主导这个教育儒家这个教育是宰相主导的所以底下有教育部，就是礼部皇帝主导的就是佛寺，寺本来就是政府办事的机构它与宗教不相干的它是办事的机关，所以佛教教育是皇上管、皇帝管儒家的教育是宰相管。
教は中国に伝わるのは2、3年の歴史があります。あのおかしあの公元60年代から中国の漢の時代から皇帝様の命令でこの仏教を迎えてもらいました。要するにこの仏教という教育は皇帝様は直接管理するということでございます。あとは中国の孔子とか儒教という教育もあるんですが、伝統教育ということはそれは大臣が管理しているということです。あのお寺という言葉は今はのお寺が全く違う意味で教育の機関でございます。在中国汉朝，这个皇帝下面办事的机构都称之为寺，所以皇帝下面有九个寺，啊，就是有九个办事的机构，啊，那么佛教到中国来的时候呢，也称为一个寺，所以就皇帝下面就有十个寺了，啊，那么佛教这个寺办什么呢？主要是翻译经典，讲解经典。指导人怎样去学习，啊，这是他的工作。中国は古代はお寺はあの今の大蔵省とかそういう機関の名前でございます。国は全部国なせの機関があるんです。その名前は全部お寺という言葉を使っています。仏教は中国に伝わってから一つ増えたんです。一つ教育機関として中国でそのまま運営されていますが、だから中国のお寺はお寺というか教育機関は重宝になりました。そのお寺の役目は仏教はあの 人々の教育とお経の翻訳の役目を果たしております。在中国古代，儒家的教育，也就是中国传统的教育，那日本接受中国传统教育非常早，在历史上记载有2500年，啊，孔子那个时代，日本人就到中国求学了。中国の伝統教育は日本一番早く接触したことがあります。孔子の時代は日本はもう中国の教育を受け入れています。所以日本跟中国的往来至少有2500年的历史。だから中国と日本の友好往来は少なくても2500年の歴史があると思います。那么佛教实在是教育啊，中国传统呢从汉朝以后啊是用孔孟为主流，啊，所以就变成孔孟的教育。那佛教呢，是释迦牟尼佛的教育，啊，通通是教育。释迦牟尼佛当年在世，啊，他是30岁开悟，啊，开悟之后啊，就开始教学。他79岁圆寂的，所以讲经教学49年，啊，没有一天是放假了。通过的没有，所以他的确是一个模范的老师，啊，最好的老师，啊，我们叫典型的老师。那么他教学不收学费，啊，完全是义务的。用今天的话来说呢，释迦牟尼佛他是一个多元文化社会教育家，他的身份呢是多元文化社会教育义务的工作者，啊，他不收学费。不分国家，不分族群，不分信仰，只要你肯跟他学，他都会很热心地教你。中国は漢代から教育は二つがあります。一つは中国もともとの孔子と孟子の教育でございます。もう一つはお釈迦様の教育でございます。お釈迦様は30歳で悟りが開きました。悟りが開いてからずっと教育をし続けました。しかも無料で49年説教し続けました。この仏教お釈迦様の教えは
その時代からもう国際的でございます。給料は学費ももらわないし、すべてボランティアで、要するにこの今は流行っていることは国際的とか、世界はみんな家族と、その時は実にも始まっています。国とか宗教とか信仰とか関係なく同じ平等で教えております。那么佛陀的教育，他教我们什么？啊，教什么？他教我们认识整个宇宙，一切万事万物的真相。啊，我们从哪里来的？为什么会有我？都把这些问题讲得清清楚楚、明明白白。お釈迦様の教えの内容は何でしょうか？要するに宇宙の真相を教えてくれました。私たちがどこから来たのか、どこに行くのか、詳しく教えていただきました。宇宙的人生真相只有佛菩萨他们知道。他怎么知道的？他是从禅定当中证得的啊。所以印度在古时候啊，无论是宗教，无论是学术，啊，研究哲学的、学术的，他们通通都修禅定，所以修禅定在印度是一种很普遍的风气，啊，在禅定当中，空间维次突破了，所以他能够看到过去，能够看到未来。那么像佛陀这种禅定是非常深的禅定，他能够看到宇宙的起源，能够看到生命的起源。所以他能讲得清楚，讲得明白，啊，那么佛跟我们说了，不但他清楚，他明了，我们每个人都清楚，都明了，只要把障碍去掉。所以佛告诉我们，一切众生本来是佛，啊，我们跟他并没有两样，只是我们现在啊，有了烦恼，啊，有了烦恼，有起心动念，有分别执着。把这个能力丧失掉了。如果我们把起心动念、分别执着统统放下，我们就能恢复自己的本能，跟佛一样的智慧呀，了解宇宙人生跟自己的真相。お釈迦様の教えはなぜ本当の宇宙の真相、私たち人生の真相は分かるのか。それはすべて深い座禅の中で分かりました。古代のインド人はどの宗教でもほとんど座禅を修行しております。深い座禅の中に入っていれば空間を破ることができる。要するに過去、現在、未来はない、すべて見えます。お釈迦様の場合はもともと深い座禅の中に生えてますので、宇宙の源、どこから宇宙が形成したのか、私たちの命はどうやって生まれたのか、そこまで詳しく分かっております。そういう能力は私たちはみんな持っています。お釈迦様はそうおっしゃってるんですが、今なぜ私たちが分からないんですかと、私たちは今煩悩が持ってますので、その煩悩は邪魔にして本当の心が見えなくなっている。その要するにその能力を失ってしまっております。所以像我们现在学习的无量寿经，它里面讲三个真实啊。第一个真实之机啊，真实之机就是讲宇宙人生的真相啊。第二个呢，真实智慧。第三个是真实的利益。真实的利益当然能解决我们所有一切问题，啊，就是今天我们这种烦恼，啊，忧虑，啊，这种，这个许许多多的这些压力、这些事情，啊，那灾难的恐惧，啊，这都是我们本身的问题。那我们的客观环境的问题，我们的社会动乱。我们地球现在灾变这么多，啊，你知道它什么原因？为什么会有这种事情发生？啊，你了解，你就晓得怎么对治，我应该怎么应对，把。
把这个东西统统化解，全在经典里面啊。所以它是大学问、大智慧，真实理业，想的一点都不错。今は私たち浄土宗の人たちが無量寿経というお経をみんな読んでて勉強しております。そのお経の中に全ての真相が書いています。何を書いているというのか、宇宙の真相、真実、そして私たちに何が利益がもたらすことができるのか、全て詳しく書いています。そして今は地球とかいろいろ災難がありますが、その災難をどうやって生まれたのか、どうやって避けることができるのか、その理由も詳しく書いております。要するに私たちの今の悩みとか不愉快とかいろいろ心配することを全て解説することができると書いております。那么佛法具足这个最好的科学概念啊，科学就是要拿证据来啊，所以佛法也是这样的。你看佛法的修学，信、结、行，后面是证据。你拿不出证据来啊，你是假的，你不是真的。所以佛家对于证非常重视啊。那么你学佛，先听释迦牟尼佛说，了解了，然后你真正修。啊，修的时候一定得到证。证是什么呢？把佛经所说的这些道理，你完全证明了，它确实是事实，它不是假的，这个才算是圆满。如果你光是听释迦牟尼佛说，不去求证，那是人云亦云，佛都不承认你是他的学生。他的学生一定要证得，啊，你是他跟你讲的，统统证明了。这才算是佛的学生。所以学佛经上有信有解啊，了解，然后你去立行，你去做，最后你证得，那才算是成就啊。没有得到证的不算成就。仏教というものは科学と同じでちゃんと証明されています。その中に四つの名目が入っております。一つはまず信じていること、二番目はちゃんと理解すること、三番目は実行すること、四番目は証明すること。もし単なる見るだけで、理解だけで実行しなければ、証明できるという段階までもいかないし、そういうふうに修行するとお釈迦様は本当の自分の弟子と認めてくれません。要するにこの4つは全部円満に達するならば本当の仏教お釈迦様の弟子でございます。那么他49年的教学实际上就是他自己的信解行证来给我们大家分享啊，给我们做报告啊，让我们了解我们依照他那个方法也能够证得。お釈迦様が悟りが開いてから49年の教育を行いました。何を教育しておりますのか、要するに自分は自分の修行の過程を詳しく私たちを伝えてきたことです。まず信じている、それで理解すること、実行すること、最後は証明したと。その具体的な方法は世の中に伝えておきました。那么我自己在26岁的时候啊，刚刚接触到佛法啊，是老师，我跟老师学哲学啊，老师跟我讲的最后一个单元讲佛经哲学啊，当时我怀疑，我说佛教是宗教，是迷信，他怎么会有哲学？老师告诉我，他说你年轻，你不懂啊，释迦牟尼佛是世界上最伟大的哲学家，佛经哲学是全世界哲学的最高峰，学佛是人生最高的享受，我才慢慢把这个错误观念改正过来，跟他学习啊，我学习了60年了，完全证明老师跟我说的，啊，确实人生最高的享受。
私は26歳の時に初めて仏教と接触しました。私は哲学は研究しておりますが、先生が最後の教えの時は仏教哲学という科目が入ってます。その時自分は仏教に対して全然信じてませんでした。これは仏教は迷信だと、そういうふうに先生と話しました。それを先生は、あなたはまだ若い、仏教は迷信ではない、これは最高の科学だと、仏教より最高の科学はありません、仏教の勉強は世の中の一番の幸せを味わうことができる、自分は先生の従い、先生の教えを従って60年間の修行して死し続きました。先生おっしゃったことは全て証明しました、自分で。所以我们正确的认识佛教不是神道，它不是仙道，它也不是邪道，它是师道，它是老师，它是教育，所以这首先认识清楚，师道一定建立在孝道的基础上，如果没有孝道，你就没有办法学到东西，所以说中国传统教育是孝顺父母，尊重老师，尊师重道，所以释迦牟尼佛过世之后，他的学生在四处八方去弘扬去教学，有些一两百年就没有了，有三四百年没有的，像印尼的时候七百年没有了，阿富汗也是大概七百年的时候就没有了，唯独在中国一直绵延到现在。这个原因呢，就是中国自古以来最讲究的就是孝道，孝道是它的基础，所以佛教在中国能够这个茁壮开花结果发扬光大，成就超过印度本土，道理在此地。仏教というものは教育でございます。教育の基本は親孝行です。親孝行の心がもしなくしてしまえば仏教というものは存在しないです。お釈迦様は亡くなってから自分の弟子をお釈迦様の教えを従って全世界にその布教をし始めたんです。インドネシアは700年を続けました。イラクも700年、でも中国は未だになってもまだ布教はしず、その伝えがまだ続けております。なぜインドネシアとかアフリカは700年で亡くなりましたと、やっぱり親孝行の基本はないということです。中国は昔から親孝行というか、要するなんていうか親を大事するということはとても重視しております。どのものでも親孝行の基本がなかったら成り立ちません。佛教里面完全讲事实真相，决定没迷信，决定没是想象的，六道轮回这个事情不是佛说的，是婆罗门教说的，婆罗门教比释迦牟尼佛早10000年，婆罗门讲的，那释迦牟尼佛把它证明了，真有六道，不是假的，这六道这个证明的事情并不很困难，因为它不需要很深的禅定，有一点小小的禅定就能够沟通，就你就能够看到，所以通常修定大概3年到5年的时候这个问题就能解决，它就可以跟六道不同的地方能够交流，能够接触到，所以它不是假的事情。那佛家讲，佛经里面讲四禅八定，四禅八定是婆罗门教的，所以佛通通都把它用上了。因为释迦牟尼佛求学的时代最初是学婆罗门，所以婆罗门的知识那种禅定的方法他通通都学会，以后因为要解决问题，婆罗门确确实实很难得，对六道里面知道的太清楚了。可是有个问题，六道怎么来的？为什么会有六道？六道以外还有什么？还有没有世界？这些呢？当时
宗教不能解答，哲学也不能解答，所以释迦牟尼佛不得不放弃，放弃入更深的禅定，才把这个问题解决了。这个问题解决之后，他就开始教学，就教了一辈子。仏教は真実を伝えております。迷信ではありません。六道輪廻ということは、お釈迦様は言ったことではありません。古いインドのポラモンという宗教から、それ初めて六道輪廻ということが発見しております。どうやって発見したのか、座禅に入ってこの六道の輪廻をはっきり見えたんです。この座禅はそれほど難しくないんですが、普通の人はもし3年とか5年ぐらい、3年から5年ぐらいで修行してたら六道は完全に見えることが可能です。でもその座禅は六道が見えますけれども、この六道はどこから来たのか、その理由はそのポロムンという宗教がわからなかったんです。お釈迦様は最初はそのポロムン教について勉強したんですが、でもこの六道輪廻が見えるだけでどこから来たのかわからないということは悩んで、自分はもっともっと深い座禅の中に入って真相が見つかりました、発見しておりました。そのすなわち悟りが開いたということ、事実の真相は全て見分けることができた。その悟りが開いてからお釈迦様はずっとその自分の発見したことを49年かけて世の中の人々に伝えております。那么佛教呢，从教育变成宗教，变成宗教变成迷信，这个历史不长，在中国大概是300年，嘉庆以后的事情。那么在日本也不过是300-400年的样子，400年前的日本佛教是教学，不是像现在这个样子，所以现在的时候大家把经典当作一种念诵，而不去研究它，这是很大的错误，你不了解它的时候，你根本就不懂得佛教我们什么，佛对我们有什么好处就不知道。所以经典一定要去研究，要把它了解，然后去学习，我们自己用在日常生活当中，把经典里面所讲的道理变成我们的思想，他讲的一些这个规矩规则变成我们生活行为，变成我们的用在工作上，用在处事待人接物上，那我们就过佛菩萨的生活，这个生活就是人生最高的享受。仏教は宗教になったのは大体300年前のことです。日本にも多分400年ぐらいと思っております。そのまでは全て教育でございます。今はお経はただ読むだけでそれはいけません。お経は読むだけではなく、その内容をよく理解しないといけません。理解してからそれを従って実行しないといけないんです。その今日の内容はきちんと理解することができれば、私たちの日常生活の中にとても役立つものです。もし私たちがしっかりお釈迦様おっしゃる通りのお経の内容を従って実行してしまえば、私たちは今も仏様と同じような幸せな生活はできる。要するに仏教は本当に人生の最高の生活と、そういうことも言えます。所以我是有一年在美国，在美国迈阿密，本来呢那边同学邀请我去讲地藏经大义，一共安排了8天时间。我一进讲堂啊，看到里面大概有一半是美国人，当地的美国人。我看到这种情形呢，我临时把题目改了，我说我不讲地藏经大义，讲认识佛教，跟美国人讲认识佛教。以后呢
这一次的讲演就写成一本书本，编成书本，认识佛教流通啊。那么这是日文翻译的本子，这是南密家的啊，就把佛教讲得很清楚啊。所以佛教不是迷信，不是宗教，它是教育，我们应该好好学习啊。不要把佛看，佛不是神，佛也不是仙，佛是老师，佛是人，这个很重要，很重要，啊，我们跟他学会学到很多智慧，啊，学到很多这个常识，啊，对于我们的生活，对于我们的修养，对于我们的事业，都会有很大的帮助。私は昔アメリカにいたことがあります。その時地蔵経を説教してくださいと要請されました。でも私はその会場にいた時見てたら半数以上はアメリカ人でした。その時先生、私は臨時応変で、あ、その地蔵経を説教するじゃなくて仏教は一体どういうものですかと、そういう題目に変えました。仏教は、なんていうか今神様とかいろいろ特別能力を持ってるとかいろいろなんていうか弱度と言ったらそういう言葉が悪いかもしれませんけど、とにかく阿弥陀様仏教以外の特別能力を持ってるいろいろ仙人とか、日本の場合は忍者ということであります。それを仏教はそれと違います。仏教は教育なんです。仏様は神様ではない、仙人ではない、忍者ではない、先生なんです。悟りが開いた人間でございます。その教育はもし従えば私たちの生活とか授業とか全ての各領域に役立つと思います。幸せな生活を送ることができます。私は仏教は一体どういうものですか、ここまで紹介しますが、皆さんご質問があったら聞いてください。この本は日本語になってますので、仏教は一体どういうものですか、今日の終わった時ぜひもらってみてくださいませ。欢迎大家提问题。どうぞ質問してください。すいません。はい。3月11日に東日本大震災が起こりまして、はい、本当にこの3月近く日本全部が恐怖にとらわれていますが、その大きな地震、津波があって、その後福島第一原発で別段も起きて、まだ放射能の問題は解決できません。でもっと大きな地震がまた次から次へと来るんではないかとかいう、そういう恐怖心があります。で私たちなりにこれは何て言いました、自分たちが今まで傲慢にその便者だけを求めて生きてきたことの付けが来たと、ここで考え方を直してもうちょっとこう原点に戻って生活を した方がいい、プラスその原発っていうそんなに勝負の仕方も分からないようなものを作ってしまった人間のおごり、そういうものをこれから使っていっていいのかっていう、そういういろいろな反省とかが出てきました。今なんかすごく考えるようになりましたし、節電も含めてもっとそういう何て言うかしたエネルギーの無駄な使い方っていうことに関しても反省もしてますし、だんだんそういう方向に行ってきましたけど、まだその恐怖は残ってるんです。日本がこれからどうなるか、放射能はどうなるのか、それから地震はまた来るのでしょうかとかいう、そういうそのことについてお聞きしたいんです。はい、わかりました。这位女士她说啊，そうです。この方は这个灾难是不善的心情所感染的啊，所感应的啊，这是一个很深的道理啊。那么近代的科学逐渐发现了，这是个好事情啊。那佛在3000年前就把这个事情讲得很清楚、很明白，啊，宇宙是怎么起源的，啊，
这个现物质现象从哪里来的？啊，你看三千年前佛就告诉我们，物质是假的，不是真的，啊，物质。佛经上讲，宇宙的起源，第一个是能量，啊，这佛家的名词叫阿赖耶的业相，是能量，从能量呢演变为信息，啊，科学讲信息。在佛法里面讲啊，精神现象，啊，就是心理上的精神现象，从心精神现象演变，变成了物质，所以物质从哪里？物质是使心念变现出来的。这个事情最近30年来，啊，就是1980年之后，啊，德国的科学家普朗克。爱因斯坦的老师，他专门研究原子，啊，他一生的研究，终于把物质搞清楚了。他说世界上根本没有物质这个东西，物质是什么呢？物质是心念累积产生的幻象，啊，所以他说物质的基础是念头，是我们的意念。那这个讲法跟佛经上讲的完全相同，啊。我们能够了解这个事实真相，就能够改变地球的物质环境，啊，所以物质环境呢，是从我们念头，我们念头善，环境就善；念头不善，环境就坏了。佛经这都是3000年前说的，佛经是我们的灾难，水灾，怎么来的？贪心来的，人贪婪。就感应水灾，人嗔恚，啊，嗔恚就感应火灾，啊，火山爆发，地球温度上升，这嗔恚，啊，愚痴感应的是风灾，傲慢感应的是地震，啊，怀疑最麻烦，怀疑感应说我们这大地啊松了，不坚固了，山会倒下来，啊，地会沉到海底，那是。怀疑，你看现在人对自己怀疑，啊，对父母怀疑，夫妻两个互相怀疑，都没有信心，这个很糟糕啊！那对祖宗怀疑，对圣贤怀疑，啊，对这个伦理道德怀疑，这个麻烦大了，这就造成今天山会崩，地会落下去，通通是心理上的事情。所以今天这个世间呢，崇尚于。在物质上的研究，物理上研究，没有重视心理，啊，而不知道是心理能够改变物理，物理能发生问题，不能解决问题，啊，所以今天根本的原因呢在此地。如果我们回过头来，着重在心理上解决它的问题的话，问题并不难解决。所以这个东京江本身博士搞的水实验。我到他实验室参观2次，啊，我告诉他，你这贡献很大，说明什么呢？我们的意念呢，这个矿物啊，知道，谁是矿物，啊，他能看，他能听，他懂得人的意思，啊，都是实验证明出来了。不但水懂得，泥沙也懂得，石头也懂得，所有物质现象都懂得。如果我们人心纯善纯净，这个大地的物质所有灾难都没有了，啊，真的能解决，啊，所以这个江本我是鼓励他，他原来不敢接触宗教，他说怕人家说他是迷信，他是科学家，怕人家在迷信。接触我之后，我告诉他，你所试验的东西，佛经3000年前通通讲到了，你试验的才只一个角落，还没有试验的圆满。我鼓励他多做试验，把物质，啊，这个物质，啊，不但他会听、会看、会懂得人意思，而且他的反应。有色、声、香、味，他现在只看到色，声、香、味没有看到。你要好好努力去研究，啊，这个研究出来之后，对于整个这个科学界里头会有很大的贡献。
とても長い話ですが、仏教専用の言葉も触れてますので、皆様は分かりやすいように解釈していただけます。災難というものは人の心から呼ばれるものです。要するに不善の悪い考え方でその災難が呼ばれたものでございます。この問題はとても深い意味がありますが、3000年前お釈迦様はそういうことを詳しく教えていただきました。私たちこの今いるその宇宙は物質と、この私たちがいるこの宇宙は3つの元素で構成されていますが、それ一つはエネルギー、一つはなんていうか媒体、もう一つは精神、この3つで構成されていますが、昔1980年代ドイツの科学者パランクシスターは、すなわちアインスタンの先生も証明しました。この世は実際は物質なんかないです。ということはどういうことですか。基本は人間の考えです。昔は日本は病は気からという言葉がありますね。要するにこの世のものは全て私たちの考えで形成したものでございます。だから人間の心考え、もし優しいであれば周りの環境も良くなる。例えばこの私たちの信念、その木が何を呼ばれるのか、今いろいろ災難がありますね。さっきおっしゃったんですが、水害は人の欲張りで呼ばれたものです。みんな自然の災害とよく言うんですが違います。自然は私たち人間と一心同体なんです。だから水害は人の欲張りで呼ばれたものです。火災、火事とか火山の噴火とか人間の怒りで呼ばれたものです。もう一つは火事と風災があるじゃないですか。それは墓地で呼ばれたものです。なんていうか賢くない、そういう愚痴、悪い言葉バカっていうか、そういう言葉で、もう一つは地震は人間のさっきおっしゃったように傲慢の心で呼ばれたものです。もう一つは疑うっていうこともあります。今現代人はどこの国でも同じ、とても用心深いっていうか誰も信用しない。周りの人は親切してくれたのに、何が目的があるんじゃないですか、なんでこんな親切なのか疑うじゃないですか。夫婦でもお互いに信用しない、へそくりが隠れたりとか、そういう環境はすごくよ悪いんです。この疑いということは一番恐ろしいです。なぜというと、この疑うということは大地が緩んでしまう、山が倒れてしまう、それ一番恐ろしいです。だから災難を本当に避けたいという気持ちがあるならば、私たちがまず自分の心から直すものでございます。もう一つ、今は科学はみんなよく信じていると、仏教は目が見えないと、みんな科学目が見えないと証明しないと信じないと、この世の中なんですが、でも科学は単なるそういういろいろ新しいものを発見することができるんですが、解決することはできないんです。でも仏教の中にきちんと解決方法も書いております。この一番証明できる例は、日本の東京にいらっしゃる江本博士先生が水の研究をしていらっしゃるんですが、多分皆さんはご存知と思いますが、その水は人間の心が分かるんです。声も聞こえる、気持ちは何を考えているのか全て分かる。各国の言葉はそのコップの外側に書いてれば
あの冷蔵庫に入れたらその結晶はとても美しいです。もしいい言葉です。愛とか大好きとか感謝とか、すごく結晶が美しく見えます。でも逆だったら、あなたを嫌い、なんでこんなにとか、とにかく汚い言葉は吐いたら、どの国の言葉でもすごく見苦しい結晶が出てくるんです。要するに水は私たちの考えが全て読めるわけです。でも人間は体の中に 70% の水分は全部水ですが、だから私たちが地球を変えることが、ことができるということは事実なんです。できます。あの次の言葉はやっぱり仏教の深い言葉含まれていますが、般若心経の中に、なんていうか色声香味という言葉はあると思います。まあ、漢字で色、声、香り、味、もし般若心経を読んだことがある方が分かるんですが、あの今江本先生が研究しているものは、あの色という領域なんです。水の事件はだから私はあの江本先生に話しました。あなたの研究は単なる仏教の一部分だけに過ぎない、もっともっと深く研究してください。仏教の中に全てあの回答が書いております。科学で証明して現代人を見せてあげてください。そうじゃないと仏教だけで現代人が信じないです。どうもやっぱり科学は信じたいと今現代の方が、そういうふうに江本先生と話しました。昔は江本先生は仏教のことはすごくあまり遠慮があるんで、自分は科学者ですので、なんか仏教と接するとなんか迷信と思われたら困ると結構遠慮しておりますが、あの私と出会ってからこういう話が詳しく考慮してから納得しております。今は続けて新しい実験をしております。証明して皆様にあの伝えておきます。私は江本先生はすごく素晴らしい実験しております。これは中国の方のあの質問なんですが、私はいつも背中に何がついてるような気がします。それでお経を読んでたら、あのこういう体についてるなんかものが捧げてあげれば少し楽になります。私はあの誓ったことがあります。日本と中国 の, あの両国 の, あの戦争の中で亡くなって人々のためにあのみんな往生できるように、でそういう誓いがありました。それで多分こういうもので私 の, あの背中についているんじゃないかなと。それでそういう私の努力によって日本と中国をもっと仲良くできれば一番いいと、その世界平和に導いたことができれば一番嬉しいと思います。でもこういうことはどういうふうにこういう背中についているものはあの消えてほしいと、そういう方法が教えていただきたいと、そういう質問でございます。这个提问呢非常之好啊，真正是佛法讲的时候啊，我们觉悟了，我们明白了。中国跟日本是兄弟之国，交往在中国历史记载2500年。啊，中国传统的文化，日本保存得非常完整。我们年轻的时候读中国古书，很多地方都不明白，啊，到日本来之后完全看到了，啊，日本的风俗习惯。你们的饮食服装全是中国的，那这房屋的建设、榻榻米是，啊，我们读古书的时候一看，哦，到日本来就好像回到中国古代一样，特别的亲切，啊。那么你们现在穿的和服啊，和服叫吴服，是春秋战国时代，现在江苏这个地方那时候是吴国，所以。你们从那里引进的，一直到今天还能够保持住啊，没有改变，
不像中国，中国老早就忘记掉了，都变都没有了。可是到日本来，统统能看到，啊，所以，我第一次到日本来，非常亲切，就好像回到古代，回到故乡一样，啊，所以兄弟之国，兄弟和和睦，不但我们家会兴旺，日本会兴旺，中国会兴旺，也会带给全世界的安定和平。会带给全世界的兴旺跟幸福，啊，我们要认真努力。怎么做法呢？一定把老祖宗东西找回来，啊，不能忘掉老祖宗。科学是假的，不是真的，带给我们的是灾难呐，是痛苦啊，啊，所以你是原子弹这些东西，中国人会不会发明呢？会呀，为什么不干呢？这个东西不是好东西。所以中国科技它有限制，伦理道德在限制它，啊，如果这个科学技术会对大的这个杀伤力啊，中国人决定不做，啊，所以在黄满时代这2000多年前，他们就学习滑翔飞行，那这就是科技呀，啊，诸葛亮发明的木牛流马机械化的运输。因为他们死了之后，把这个全部毁掉，不留个后事，他不是小气，啊，不是好像是把自己的东西不愿意传给人家，不是的，他是这个东西没有道德，没有伦理，他要得到了，他会害人，啊，有道德有伦理，他得到这个东西，他有用处，啊，所以伦理道德一定要超过科学技术。科学才被人用在好的地方。如果伦理道德沦落了，科学技术，那科学就会把人类灭掉，会毁灭掉世界，所以它不是个好东西。中国人自古以来不愿意向这个方向发展，啊，所以他总是讲伦理道德因果，啊，这个宗教的教育，啊，宗教是最重要的教育，啊，重要的教育，主要的教育。啊，重要的教学，啊，所以他走这个路子，啊，这个是非常理想。我们今天希望中国跟日本，我们也非常希望日本天皇能够带头，因为从前这种教育，佛陀的教育是皇上主管，那不是个宰相的，啊，不是总理管的，是皇上管的。中国一直都是皇上管的，啊，所以日本天皇能够的时候有。啊，开这个风气的话，那就救了全世界了。救全世界，日本当然会起来。啊，那日本不起来，全世界就不得救了。啊，所以一定是有这么大的心量，啊，这样的宏观，啊，中国跟日本是联合起来，啊，这是一个主流的文化，啊，也是汤恩比博士所赞叹的。认为走这条路是人类的幸福圆满的一条道路。とてもいい質問です。日中中国と日本は代々で友好関係が続けております。まるで兄弟みたいな関係がずっと続けております。あの私は日本に来たら全然違和感が感じません。まるで古代の中国に来たような気がします。なぜかというと中国は日本はまだ昔のものは守っております。例えば畳とか今の、 あの着物もそうです。着物は中国の、 あの春秋時代はの着物なんですが、今は現在は高層の、 あの祖書あたりの場所の洋服なんですが、着物はだから五服と五服と言っているんですが、中国はその時代はそのものが使ってますが、今は姿が全然見かけません。だから日本に来たらとても親しみを感じております。あとはあの科学のことがさっきおっしゃったんですが、科学っていうものはもし道徳ない科
学を進んでしまえばこの世界が滅びてしまいます。なぜかというと人間は道徳で自分の行動を支配していれば科学は人間の、人類のために役立つんですが、逆だったら大変な効果にもたらします。中国は2000年前飛行という技術も持っていらっしゃいます。あとは諸革命はその時代は随分昔なんですが、その機械戦争する時使っているものなんですが、牛を人を運んだり武器を運んだり、そういうすごく素晴らしい戦争用の機械を作っております。戦争終わったらその機械を全て壊してしまったんです。それでなんか中国人がなんで心狭いんだろうと、その機械が後代次の世代に残せばいいじゃないと。そうじゃないんです。やっぱり中国昔の人々はそういうことがよくご存知でます。よくご存知でおります。道徳がない人がその優れた武器を持てれば全世界に災難が及ぼすことができる。じゃあ私は何を言いたいなのか、やっぱり人間は一番大事なのは道徳です。道徳さえあれば世界を救うことができるし、生活も幸せになります。科学は人間のために役立ちます。日本と中国はとてもそういう伝統教育に対してまだ残っております。昔は中国の場合はこの教育は皇帝様の命令で従うものですから、もし日本の天皇様は仏教の教育と伝統の教育を普及することは力入れていただければ、全世界を救うことが可能でございます。もし中国と日本と手をつないで、その全世界今災難から救うことが可能でございます。我们很盼望将来有机会能跟天皇见面，能建议他领导把中国传统的文化儒释道加上日本的神道教这种教育发扬光大救国家，救亚洲，救全世界。私は切熱願いしています。いつか日本の天皇様とお会いすることができれば一番ありがたいと思っております。なぜかというと天皇様に進めたいと思っております。中国の孔子の教育、昔の儒教の教育と日本の伝統教育を普及していただきたいです。そうすれば日本と中国は全世界を災難から救うことは可能でございます。这里面最重要的，希望世界上永远没有战争。私一番言いたいのは、世界中は永遠に戦争がないことです。切なく祈っております。これも中国の方の質問なんですが、日本はどういうふうにすれば今の危機から乗り越えることができる、どういうふうにすれば伝統教育を普及することが可能ですかという質問です。这是一个非常重要的问题日本如何将危机化为转机，而转出一个生机？如何恢复传统文化？这桩事情，我在最近十年都在做，因为有一个机会参与联合国的世界和平的一个活动，
是联合国教科文组织主导的，曾经有两次会议在冈山开的，我都参加了，所以我在冈山就很熟悉，两次到这边来参加联合国的会议，那么与会的人员都是各国的专家学者，我接触的很多，大家对这个事情都非常关心，可是没有有效的方法来做，那么我们将中国传统啊几千年这么大的国家，这么大的一个族群，能够长治久安，外国人很敬佩呀，在中国这个国家，统一两千多年没有分裂，把这些智慧，古人治理国家的智慧、方法、经验、效果，做出详细报告，大家听了都很欢喜。最后，会后，在一起吃饭聊天，谈起来，他说：“法师，你讲得很好，这些呢，都是理想，做不到啊。”这一句话真是凉水浇头啊，对我的打击很大，没有信心，没有信心，什么事都不能成功。那现在的人，他就是要证据，没有证据，他不相信，所以逼着我，想做一个实验，给他们大家看看，我在新加坡，在马来西亚，在印尼，在这些在美国，都找不到适当的地方，最后2005年，我回到老家去看看，70年离开家乡70年了，回去家乡还有一些族人，这个族兄弟们见面之后，我就把最近这些年来在国际上做的这些事情向大家报告，他们很热心，他说回家来做吧，我说好啊，家人支持，所以就在汤池小镇做了个实验，没有想到这个实验是意外的成功，中国丢掉传统文化至少100-200年了，所以我想呢，我们要能够做出成绩恢复的时候，应该也得要2-3年的时间，没有想到不到4个月，这个小镇，汤池小镇，居民48000人，通通转变过来，让我们感到非常惊讶，证明了中国古人所讲的“人之初，性本善”，证明了人是教得好的，佛教人第一个理念就是一切众生本来是佛。你要肯定这句，我本来是佛，我才能成佛，我本来不是佛，我怎么成得了佛呢？所以东方古人教学第一个就是把教学的目标告诉你，人人都是圣人，人真是教得好，我们无量的欢喜，老师呢个个都非常有用，然后想到怎么样到联合国去发表啊，这个是个头大的事情啊，所以祖宗加持，祖宗之德了，联合国来找我，这就好办了，我找他可不好办了，他来找我，找我呢，这次找我很特殊，参加主办一个活动，就是纪念释迦牟尼佛2550周年，主题呢是佛教徒对人类的贡献，我当时收到联合国这个通知，我感到很惊讶，因为联合国找活动的、找办活动的人是找会员国啊，我又不是会员国，我在澳洲只是很小的一个建筑学院，他怎么来找我？所以我就派了3个人到巴黎去调查一下，是真的还是假的？结果地调查了是真的，他们找到泰国，泰国是佛教国家，所以这个佛教活动呢，他找泰国，泰国大使推荐我，希望我参加主办这个活动，那么我第一次参加联合国的和平会议是在曼谷大学，
啊，那么那一次活动，我认识了泰国的总理，啊，查瓦利将军，啊，他对我非常之好，啊，所以跟泰国结的缘就很深，啊，时间不长啊，结缘很深，啊，所以泰国推荐，啊，我就答应了参加这个活动。我们做了8个小时，这个报告，啊，做了4天的展览，效果非常好。会后，联合国教科文组织192个国家大使代表都要到汤池去参观、去考察，所以这个做成功了。是很可惜呢，当时地方政府不了解实际状况，他们拒绝了。虽拒绝，还有20-30个大使用自己私人观光旅游的身份到那里去住了几天。啊，所以这个信息啊，还是传到联合国去了，啊，也可以做，啊，所以我到冈山，想到冈山，我就想，如果在冈山做，会比我在家乡做得更成功。为什么？这个地方人淳朴，啊，我到冈山来，我感到奇怪，啊，这个地方人忠厚老成，没有贪心，啊，你看居里大阪，这个很近，他们都不愿意去。啊，就守在这个地方，人家家都有积蓄，啊，没有贪心，生活简朴，啊，所以这个是最理想的一个好环境。如果用这个地方做试验的地区，全世界试验成功，全世界人都在参观，那联合国搞这个和平运动的这些人，这个地方有例子，你不相信到这儿看，啊，我们就是落实4个根。啊，这4个根就是儒家的这个《弟子规》，道家的《感应篇》，佛家的《十善业道》，在日本加上日本传统的宗教神道教这种教诲，这4个根也砸上去之后的时候，会给全世界带来永久和平的好榜样。啊，所以这个事情，如果是天皇来带动的时候，天皇救了世界。那这个功德太大了，日本所有灾难都化解了。私は中国は伝統教育はとても大切にしています。要するに孝行ということを基本としてやってます。古代から。でもそういう話だけでやっぱり難しいですから、本当に優しくなることができると、本当にその家族は自分の実家の人たちがとても協力的で、そういう実験をし始めた。少なくても2-3年かかると最初そう思いました。4ヶ月だけですごく効果が出ました。その結果はとてもびっくりしました。先生，この方もやっぱりすごく日本は失敗してらっしゃるんですが、中国の方と思いますが、じゃあどういうふうにその伝統文化を復興することができるのか、その例えば岡山やるとしても、その舞台の方法を教えてくださいと。这个工作最重要的是由于国家的领导。啊，如果真的朝这个方向目标去做，首先要培养老师，啊，培养老师，这是普世的教育，啊，不是一种特殊普遍的教育，啊，所以老师程度不要很高，要热心，要真正有爱心，啊，要能做出牺牲奉献，啊，老师需要的是幼稚园的老师。幼儿园老师、小学老师，顶多初中就够了，啊，我们在汤池实验呢，师资水平就到这个地方，啊，不要往上面去，他年轻，啊，他能真正做到，啊，你像这个
弟子规感应篇十三页，这不是念的，不是讲的，不是背的，是要做到，老师自己做到才能教人，自己做不到啊，教人不会成功啊。所以当年培训这些老师，第一天开课我就告诉这些老师们，我说在全世界古今中外教学最成功的啊，释迦牟尼佛跟他教学多好，教得成功啊，孔子教学成功，他为什么会成功呢？教得那么好呢？他先做到了，他没有做到他不说，我自己做到了我才说。我说你们要学释迦牟尼，要学孔子啊，一定要先做到啊，先没有做到的时候不可以教啊。我给他四个月的时间叫他们落实弟子规感应篇十三页，这老师很难的，我真是衷心感激他们，他们两个月就做到了啊。做到之后打电话告诉我怎么办呢，我说做到之后我们马上下乡入户，就是到农民家里面去啊，去什么把这个我们所学的东西啊做出来给他看。农民家里的老人就像我们自己父母，我现在回家了，我怎样照顾父母，怎样孝敬父母，统统做出来，老人马上就感动啊。他感动是他对于儿女没教好，感动他家的小孩，他家小孩看到说这个老师在他们家的服务，对他们父母照顾啊，感动说觉得自己对不起父母，没尽到孝心啊。这样我们做了三个星期，然后告诉大家我们中心开阔啊，希望大家都来学学，通通都来了，就不要去招生了，那自然就来了啊。所以没有想到的时候，三四个月就整个小镇起了变化啊，人有羞耻心了，不愿意做坏事，做坏事就得难为情啊。所以这个良心发现的时候，社会风气就转了啊。最明显的有个计程车司机啊，上海一个企业家带了一个钱包，里面有7万现金啊，还有一些资料丢在车上啊，这个司机主动的送还给他，所以他这老板很惊讶，这个地方还有这么好的人啊。他说我们受了传统教育，没有受传统教育可能不会给你，因为我们听到传统教育啊，我们觉得应该要还给你。那个老板拿2万块钱送给他，不要一分钱都不要。他说我们汤池镇所有计程司机都跟我一样，吃到东西决定还给你，不会收你一分钱。这老板感动啊，所以是做得很成功。最重要是把老师培训到了，老师没有做到叫他去教的话不会成功，一定要先做到，这是先决条件。所以国家可以办一个学校，办个培训班，专门培训老师，然后老师多了，每个地方都可以做实验，一个中心点做成功之后啊，就可以做第二个第三个第四个啊，将来在日本每个县都有一个，我相信不到5年就展开了，整个人民都有，国家都会变的啊，这个国运也会变了啊，要从这里下手啊，从培训老师下手。